に優勝戦。いくよ。昨日の準優勝戦、3レースとも 1-2 決着、予選上位の6人が揃ってファイナルまでたどり着きました。第28回 TVK カップ最終日、第12レース優勝戦、ボートレース玉川を舞台に三重支部対福岡支部の対決となっていきます。スタート1分前、高枠1号艇ポールポジション中島健一郎です。最近パパ優勝戦ずっと負けてるよねと言われちゃったそうです。見てろよ。2号艇は中辻隆人、フライング一本持ち、夏場連続優勝の勢いがあります。今年 V4 を目指していきます。3号艇平田健之介、玉川初優出、豪快なターンで魅了していきます。そして4号艇松田大志郎、6年前のヤングダービー覇者、横断幕にある圧倒的勝利とできるでしょうか。4カド戦、5コース5号艇高倉和人、昨日前半5コース0-2トップスタートからまくり出し1着、リハーサル済みです。1番外6号艇森慎太郎、玉川看板モーターはこれで11節中10回の優出、大外でも侮れません。枠なり3対3、人気は1番中島から2番中辻へ、123ダッシュ456、優勝戦いくよ。スタートを切りました。4号艇5号艇松田高倉、好スタート、スリットの伸びるか。4号艇松田が1号手前伸び込んだ。松田まくり切って5号艇まくり出して狙いますが、これは入りきれず。4角まくり4号艇松田、しかしイン残したが1号艇中島、スタートは前提正常でした。4号艇松田現在2停身リードですが、内側から1号艇中島現在2番手前を追っていきます。その後ろ6号艇5号艇2号艇3号艇追走となっています。2マークは4号艇の松田から捕まえていく1号艇の中島です、ね、しかしちょっと流れてしまいました。4号艇の松田が単独トップ、1号艇中島2番手、そして3番手のところ2号艇5号艇6号艇3艇が一線になっています。注目は3番手争いでしょうか。2周回目へと入っていきました。先頭は4号艇松田大志郎、続いて1号艇中島健一郎、3番手ですが5号艇の高倉和人、高倉が現在3番手優勢か。その外行った6号艇森も追い上げてきています。さあ5号艇高倉に対してエース機6号艇の森慎太郎、定冠一定身と詰めています。やはり迫力のある6号艇森、それには2号艇中辻もまだまだ3番手圏内。2周2マーク、この3番手争いですが、内から突っ込む2号艇中辻ですが、握っていた5号艇高倉、6号艇ですが引き波に乗ってしまいました。3番手争いから5号艇高倉がリードを奪いまして、上位体系は4番、1番、5番で最終周回へと入っていきました。4号艇松田、5号艇高倉、好スタート、スリット後ぐーっと出ていく伸びるパワーがありました。4号艇松田が先頭、イン残しに勝ったんですが、1号艇中島2番手、3番手は5号艇の高倉、上位は4番、1番、5番で残り半周を通過していきます。今シリーズは整備も的確、エンジンパワーしっかりと引き出した松田大志郎です。見事に4角まくりで決めていきました。松田は今年初、玉川も初、通算29回目の優勝ということになっていきます。上位4、1、5と戻ってまいりました。まもなくゴール。先頭4番松田、おめでとう、五輪優勝。1番中島2着、5番の高倉3着、その後ろは2番中辻、6番の森、そして最後方で3番の平田が五輪。以上、第12レース優勝戦でした。ウィナー松田大志郎。ファンの皆様、お待たせいたしました。競争水面には第28回 TVK カップ制しました松田大志郎選手登場してまいりました。登録番号4544番、福岡104キロ松田大志郎選手、松田選手と言いますとね、6年前常滑で行われた第3回ヤングダービーを制したということで、一気にクローズアップをされました。その松田選手ですが、今年は3回目のファイナルで初優勝、玉川4回目の優勝戦でこちらも初優勝、
昨年10月福岡以来29回目の優勝となりました。4角まくり決めましたね。スリット後の伸び強烈でした。まあ、エンジンパワーではね、いい1号艇中島選手も目立っていたんですが、中島選手コンマ11に対して増田選手はコンマ08だったということで、一気に飲み込んでいってという、まあ、今回ね、あの松田選手日に日にエンジン良くしていって、その整備力もね非常に素晴らしかったなという感じで、しかもヤングダービーに向けてもこのエンジン71号機、ね、楽しみな気になるんじゃないですかなんてお話もされていましたが、ね、この71号機楽しみですね。松田選手、優勝おめでとうございました。見事な4角まくりでした。さあ、その松田選手も過去に取ったヤングダービーが次回の玉川になります。9月の20日から第9回ですね、プレミアム G1。 羽野直也選手、関浦也選手、女子では大山千尋選手など注目の若手がドドッと参戦して火花を散らす6日間。次回のヤングダービーどうぞ楽しみなさってください。松田大志郎選手、優勝おめでとうございました。そしてファンの皆様もありがとうございました。